リグリア人は、イタリア半島の北西部に居住していた民族の呼び名。先ローマ時代、リグリア人は、現在のリグーリア州、ピエモンテ州とポーガーの南、トスカーナ州の北西、及び、フランスのプロヴァンスアルプコートダジュール地域圏を占有していた。しかし、紀元前2000年頃、イタリア北西部の大部分、アルノ川の北にある、トスカーナ北部のすべて、南フランス、 そしておそらく北のカタルーニャ州の一部とイベリア半島の東までそれよりも広い地域を占めていたと一般に信じられている。ヘイシオドスの新闘記によるとリグリア人はすでに知られていた世界周辺に拡居するアイテオピア人やスキタイと並ぶ三つの強大な蛮族の一つであったとされる。紀元前4世紀の作家アビエヌスはリグリア人の力が 国会に到達し、そこからケルト人によって押し戻されたと記している。リグリア人の痕跡は、シチリア島、ローヌ渓谷、コルシカ島、サルデーニャでも発見されている。古代リグリア語は碑文など、資料の欠如により、専用語インドヨーロッパ語族やケルト語派といった言語的な分類はできない。この問題は、碑文の欠如と、 リグリア人の同様に神秘的な起源に密接に関連している。ケルト人の言語と文化に対する強い影響のために古代においてケルトリグリア人として知られていた。ある時点以降、古代リグリア語は特にケルト語との強い神話性とイタリック語派との類似性を備えたインドヨーロッパ語族になったと一般に信じられている。ありがとうございます。